ここらの、前の、この、まあ、かやの、ここからに入るまでのカットされてたけど、ミスってたりしたから。別の場所をやってたから。あ、ここをスタンプ削除しといてよ。消そうやね。ならば。うん。次や。なら次や。次やってことで、とりあえずね、ここら辺行きましょう。あると思うんで。あると思うんでね。それ行って、もラタニアの方。これって一回入った。入れんの？なに？びっくりしたわ。すごいバサ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 と音でなったから。何言ってなったの？びっくりした。ああせや。ここあったらこれをスタンプを変更。赤に変更してね。やっていきましょう。次回までに全部の、ここからのある場所の地図だけね、ちょっと画像をダウンロードというか、写真をインストールしてるんで、インストールというか、保存してやるんで、インストールじゃねえ。してやるんで、そこね、やっといて。縦のワークにね、この中で変換しておきたいと思いますよ。全部ね、できたら、やっときたマークつけるのはね。まだ、そこまでやれてないからさ。何か、ああ、あれ、バメとか。一瞬何かな思った。一瞬何かな。ああ、誰かある。カシーワがいた。イニシエの歌を求める旅を切る。旅の記録をここに残す。カッシーは最初のページ。樹海スグラントのイニシエの歌。ティロール地方の樹海スグラントにはその土地に古くから伝わる歌があるようだ。その歌の中には竜や大蛇も出てくるらしい。果たして今でも竜や大蛇などいるのだろうか。西ハイラル平原のイニシエの歌。あ、その字の、ああ、これね。もう、今はいいっすわ。ここにあるんや。おや、すみません。耳障りでしたか？おや、おお、あなたは、よくこんなところまで登ってこられましたね。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者のイニシエの歌が伝わっているのですよ。いかがですか？この土地に伝わるイニシエの歌、お聞きになりますか？聞かせて。ありがとうございます。それではお聞きください。魔物の馬でいいでし、赤い月の夜。うん。イニシエの勇者もまた生まれ入りし姿となれ。その身にて台座に立てば試練後は目覚める。時折訪れる赤い月の夜、あの夜に何が起きるのでしょうか。ではあなたの旅路に光がありますように。赤い月の夜に。ほー、これは、ちょっと、赤い月登るまで待った方がいいな。ちょっと待って。ここさ、冒険手帳見たらわかんないけど、これね、多分ね、生まれ入りし姿ってことは、最初の姿。要は、裸になるってことだ。かなと思うんで、そのとこまででね、ちょっと、時間飛ばしたいと思います。うん。たったって。おいいよね、音ね。好きだ。登ってるの確認しながらやらんとな。これからはな。あのミッションやりたいから。なので、とりあえずは、いろいろと祠を見て回ろう。さあ、こ
ちら側よね。何かあるかな？いや、なんもなくね。なんか下ら辺で何かありそうやな。でも反応がないんよな。ここ謎解きかな。あ、これか。これどうするんやろな。あれ？あ。え？何かある？あ、お前か。にゃあ。あ、まだおる。いやもう居すぎやってだから。怖いねんて。危ないよもう。ほら。ほら。ほらよ。オッケー。ナイス。もう、現れすぎやねん。焦るわ。いいしの意味？ありがとう。びっくりしたわ。現れすぎやねん。びっくりしたわ。びっくりした。現れすぎな、ほんま。まあ、気のいいありがたく、頂戴するけどさ。あ、ここワンチャン、あれ、いけんじゃね？あれ？こっちもあったっけ？あれ？あ、ちょっと待って。見えた。こや。そう、来た！よし。なんとなくわかった、見て。見てわかった。ネット見たけど全くわかってない。そういうとこ。ほんま、俺そういうとこやな。うん。一番いい。ネット見て、あ、こうかって思わなあかんのに、自分で、あ、ここじゃねえと思って行ったところがあってた。てれれれれれれれ。ナイス。ありがとう、二つのは。ほら、チャレンジ終わりましたわ。あ、ここに出てくる、シ・ダゴズの、ほら。さあ、行っていこう。そういうとこないよな、俺な。ネット見るやん。ネット見るやん。あ、これ、こうなってるか。へえ、なるほどね、って思って、やろうとすると、あれ、ちょっと違くねってなってることがよくある。参考になる、ならんっていう。自分でやらんと完全にわからん。そういうことになってるからな。まあ、どこにね、そういう、さ、ものがあるのかとかはわかるけど、結局、ネットじゃなく自分自身を頼らないと、クリアできない。とは分かった。いや、これなんだ？あ、普通の仕掛けや。祠を訪れし、この世を、我は死んだごつ。女神流行りの名には、奇襲も与えよ。並列思考。ん？並列思考？並列思考とは、なんぞや。なにこれ？ドン。なに？どういうこと？あ！あ！はぁ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 ！あ、わかった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 。あ、え、あ、あの下にもある。あ、行った。一個行ったわ。んで？あー、そこか。あ、そこか。なるほど。されたー。あー、悲しみ。あ、違う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 。で、そこ。よし、行ったね。え、楽すぎ？てれれれれれれれんじゃねえんだ。え、これだけでいいの？楽、めっちゃ楽。
マジで楽。え、ここは、え、宝ないの？マジかよ。それ聞いてないっすわ。ちょっと待てや。ほんまにないの？あ、ないわ。マジか。やば。そう、こう、みんなら航空動画してもらっていくもん。いや、楽すぎた。何この楽さ。何この楽さ加減。試練を克服したらよくぞ、ここまで。あなた様、クソ孫をことなき勇者。え、楽すぎんこれも。今こそ女神ハイリアの何を置いて、克服のお菓子を授けましょう。マジで楽だったんだけど。何この楽さ。もうちょっとさ、会ってくれてもよかったんで。会ってくれてもよかったんで。克服の菓子ゲットだぜ、ならこめ。やったね。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具はあらん。その他にも祝福があらん。さあ、ここから、普通に終わりましたね。普通に終わりましたね。何かあるかなと思うやん。他さ。それだけやったわ。そういやさ、カシーワとかってさ、何もなかった。いるのカシーワ。ちょ、また現れんのかよ。もうええってよ。まあいいや、赤チチゼリーちょっともらっていこう。あ、カシーワいないわ。いなくなってるわ。なるほどね。いなくなるのね。それは分かった。じゃあちょっとこの塔にワープして。手っ取り早くささっと行きたいところやけど、多分ね、どっかで積むな。どっかで積んだとか言いそうやな。分からんこれ積んだ分からんから積んだんじゃなくて、ただ単に俺が見逃してるだけのことが多いんやけどね。大体ね。うん、後から見てるわ。後から見た。そこへね、ほんま、一番嫌くないの。よう分かってんだ。俺自身。あ、これ。でもそれね、俺、金眼やからやと思うんだ。思うんだ。うん、そこの。青。青は向こう側。行こう。お、なんだ？雷の大地。うわ、ちょ、痛い、誰や？誰や？おー、危ない。おい、なんだ？雷鳴の血を弟弟子者よ。その他に試練を与えよう。四つの御霊、正しく治めすとき、勇者の試練へ導かれるであろう。ちょっと待てちょっとじゃあ、雷の試練ってことなんで、今このままか、ラバータイツになってるね。これでいいよ。もうちょ、痛い。やめたまえ、この野郎め。ほら、いっとけ、いってえな。あれ？反応がない。怖いよ。焼きますなってる。痛いな。え、あ、こっちに行ってた。ほら、ほら、お主、ハイラルバス、ありがとう。これ当たって、あり、あ、それあり、それあり。あって。なら雷鳴の剣持っとったら大丈夫。反射すんじゃね、ワンちゃん。ワンちゃん反射すんじゃね。お、何かあるやん。鎧装。うわもうびっくりした。すでにびっくりした。あか、あ、取る？何か取れた？
あ、ちょっと死にそうになってるから、ちょっと食べとかんと何か。忘れとった完全。これ食っとくか。いや、マジで焦った。怖いよ、ちょっとこれ怖いよ。あ、ミスった。落としてもうた。あ、バカやっとる。あ、いや、正しきやつってことやから、え、どこにあるってこと？どこかに台座があるってこと？え？危ない！そこじゃなかった！焦る。すげえ焦る。どこに何があるのか分かってないんやけども。ずっと雷鳴るってことやんな、ここら辺が。ちょっと待って。オッケー。分かっちゃった！やめたまえよ。ほら。びっくりしたわ。ありか、それ。どこに台座なんてあんの？ちょっとそれ探さんとちょっと無理かもな。なんなん？あ、四つの台座、これか？え？ああ！そういうことか。そう、ちょっと待てや！それ待てや！怖い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 。よ、上にはいいか、ないとね。死ぬから。これは、これやから、あ、ちょっと待って、またかよ、もう。怖い、怖い、怖い。怖い、怖い、もう。もう、混んでよろし。混んでよろし。マジで来なくてよろし。この上に持ってこないとダメってことか。つまり。赤で、お、なんだこれ。錆びた両手剣。白いっつうことか、これは。この上に行かないとダメなんでね。ちょっと。おわっかめっちゃ怖かった今。あぶねえ。焦る、やめろ。これ捨てるわ。当たんのかーい。やめたまえよ。お主な。びっくりしたわ、今。そうか。そうか。そういうことか。これを、そう、そういうこと、そういうこと、これを知っている。よし、今や。あー、やばい。あー、あかん。登らせろ、登らせろ、この上に。いや、やばい。これ死んだ。おー、やばい。おお、あぶ。
怖すぎてさ何もできなかったよ。ちょっと待って、よいしょ、キューンって声が。オッケー、ナイス。そういうことに使うのか、わかった。ここ緑やから緑でね、入れていくけどね。どっから登ってこれんのこれ。とりあえずこれを平身代わりにして持っとこう。それがいい。思ったや、思ったや、思っただけやった。あ、そうか、あ、ここか、あ、わかった。痛い、間違えた。下手した、間違、完全間違えた。ここやろ。で、この後ろに、この前にこれを乗せる。そして、まぐれキャッチではなくなので、これやっといてから、そう！来たー！登ったー！たまやー！たまやーではないけど、うん。これもね、登ってるんでね。やっていこう。ようやくやれ。終わった。ようやく終わった。よし。たまやーって。こっちが雷で、向こうが火ね。オッケーです。よっと。とりあえずね、これで終わったでしょう。うん。最初どうすんねんとめっちゃずっと思っとったけど、さあこれで開くでしょうと思った、思ったけどまだ来なかった。え、あれ、この色合いじゃないの。 S って乗ってるな、 S って乗ってる。あ、そういう感じ。うん、まるで、まるで。あれ、あ、ちゃんと入ってなかっただけ。ちゃんと入ってなかっただけでした。やってしまった。あれ、なんでと思って。全部入ったやろ。入ってませんでしたわ。ちゃんと。ミントな。ちゃんとな。ずずずずずずず。ほこら。チャレンジコンプリート。先に言っていくスタイル。テレレ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